始めたいと思うんですが、今日はね、35度を超える真夏日ということなんですが、でもね、熱中症には気をつけつつも、こう暑い中ね、風を感じながら野球を見るっていうのも ZOZO マリンの魅力だと思いますので、 ZOZO マリンの夏を楽しみまくれでいきたいと思います。では皆さんもご一緒に ZOZO マリンの夏を楽しみまくれ。ありがとうございました。ではこの後はスタジアムの中でお会いしましょう。またね、バイバーイ。